皆さんこんにちは。お元気ですか？ミニトイプードルのミニ先生です。来年からですね。まあぼちぼち今から変えようとしてるんですけれど、本アカとサブアカの大幅なリニューアルをしたいと思っております。今までの本アカのトイプードルミニの英会話、これはトイプードルミニというふうにまた名前を変えさせていただきます。そこの本アカには私のブログ的な料理があったり、たまに英語があったり、ミニ君の動画があったり、まあ、いろいろなものを複雑に混ぜて皆さんにお届けできればいいなと思っております。そして英語に関すること、英語に関することは、サブアカのおばちゃんが英語を教えてみるというタイトルに変えて、そこで、集中的にやってみたいと思います。12月それから1月、いつまでかかるか分かりませんが、前置詞をやっております。そして、前置詞とあとですね、このお時世でなかなか新学期にちゃんとした授業を受けられなかった中学生、高校生の方々に、一番皆さんが苦手とする、不定詞、動名詞、分詞ですね。この3つの違い、これを少しずつやっていきたいと思います。なるべく高校受験、大学受験に間に合うようにしたいと思っております。サブアカのおばちゃんが英語を教えてみる、よろしくどうぞこれからもお願いいたします。それではまた。